はい、皆さんこんにちは。今日はね、稲美町にうどんを来ましたね。稲美のうどんですか。ちょっとそこ駐車場入りにくいね、人が入るし、駐車場があるみたいなんやけど、まあ、ちょっとこれあれでも構いませんね。池があってね、もうすぐ駐車場が来たんで、もうちょっと困らせていただきました。はい、上野駅ね、ここからブーラブーラ歩いていきましょう。はい、場外駅、あそこうどん料理南のなんか駐車場、第2パーキングってなってからね、見えてますか。はいね、はい、こっちからこう行ってね、あそこうどん料理南やからね、ちょっとあんまり食い物としてもらえます。よし、よっしゃ、ね、見えないでしょ。はい、うどん料理稲見であちこちの釜があったね、向こう側が店になりますね。はい、はい、うどん料理稲見さん、駐車場割とひどいですね。なんか店が2つあるの、これよくわからないよね。店が2つある、こっちもそう、こっちもそうかな、わからないね。なんか書いてあるね、昼定食1050円、魚の作りどれがいい、うん、まあちょっとこうね、ランチ難民になりそうにないからね、長いことやってられるからいいよね。なんかあそこも待ってるのかな、人分かんない、ちょっと車も映してもらえる。小丼、そばと小丼定食、そばやろ、熱いやつがいいな、俺日替わり、こっちはそばですかね、あ、こっちはそばやな、そばとうどんで分かるとね、分かりました。ちょっとうどんの方がいいな。ちょっと移動します。なんか人気あるな、この店。あそこにもパーキングあるぜ。なあ。すごいな、これ。ちょっと人多すぎるやな。あんまり多すぎてもな。南とか行くのね、わかる、これがね、駐車場ですよ。はい、これで番号札書いて待たなきゃね、そうね、じゃあ書いてちょっと待ちますね。お待たせすることがあります。なんかこう割と長いこと言うと時間。駐車場。はい、じゃあちょっと書いて待ちます。はい、外にいるうちにね、ちょっと映しておきます。ちょっと風で止まれ。ざーっとね。代表的なもので映しておきます。ね、みたいですよ。はい、どうでしょうかね、ちょっと考えます。はいはいはい、ショットです。アルコール消毒。はい。それから何タラウザーのか。卵入れて。行きましょう。
ちらの観点席に、はい、鳥からなんて言うの？休みのシートロースから、もっちゃんがどれ、鳥からなんか言うの？鳥から親子だろう、これか。次2名様回っていきます。すいません、これはできますか？これは2時を回ったんでできないんです。あ、できない、はい、2時までね。はい、そうなんです。どれ丼とあれと食べられたらどれやろな。そう、2時を過ぎるとできないもん。あ、どんぶりは今もそこですね、そのページですね。これか、これから 2K です。あ、ヨタごめん、これがちょっと考えろ。あ、わかりました。天ぷらが何や言うとったから天ぷらをやつをしようか。はい、どうも、ありがとうございます。どういうことやね、なんかこんな感じです。すみません。それはそれで。天ぷらなんて。ご飯名前とか、うん、だってないねんもんな。めっちゃ人多いねんけど。これとこれとこれの違い分かる。コローはこの写真が天コローで、はあ、天ぷらが乗ってないのがコローですね、うん、で上天コローになったらエビが3匹野菜の天ぷらも多くなってきます。はい、はい、でこの天コローは、あ、天コローこの写真です。エビと、あ、はいはいはい、今は、さつまいもとナスですね。あ、はい、あ、なんだこれ天コローでも一つできます。はい、熱い冷たい、どうしましょう。熱い方で、はい、天コローの温かいのですね。はい、はい、はい、どんぶりセットもいいねんけど、どんぶり自体が高いからな、これ。こういうところがえらい違いだけどな、これ平日限定と書いてるけどな。そうか、2時までしかできへんからな、それが辛いよな。だから2時まで来ますね、皆さんね、これ多分ね、この店ね。来るんやったら2時過ぎはいいですよ、はい、ちょっとサービスは食べられへんけどね。何か秋のフェアいうのがあるから、これ見といてくださいですよね。この天候の意味がこれらしい。ちょっと目が悪くて見にくいのかな。ダッシュをね、ダッシュを亀で熟成させ、その内側の何とかまで香りが仕事のようにして、なんか名物らしいからね、当店はね。ね、さすがにもうちょっと洗うのはもう、あ、並ぶのはもうあれかもしれんな、終わったかもしれんな。はい、はい、どうも、お疲れ様です。まあみんな楽しそうに仕事はやってはるね。この曲が何の曲か知らんから消さなあかんかな。はい、はい、料理が来ましたね。なんかカウンター越しにね渡されますんでね。で、なんかこの卵をなんかするらしいですね、混ぜるらしいです。で、レモンを絞ったらいいらしいですね。ちょっとどうぞ。よし、はい、ではちょっといただきましょう。前に箸ありますんでね。もうちょっと小さい。とにかくね、このピンボケなのが嫌で、ちょっと離して写真撮った方がピンボケにはならないみたいな。離して拡大した方がピンボケにはならない。ね。
はい、それで熱いやつ注文しましたね。途中で切れる。はい、ちょっとなんか醤油っぽい味するねこれ、うん、なるほど。ちょっとこれ関西的にはどうやろうね、うん、はい、まあ、こんな感じです。うん、こちらでお願いします。お待たせしました。だし自体がどうしても漬けの汁、冷やしうどんで多分汁みたいな感じするな、うん、そこは熱したよな、うん、わさびの中丼な、卵ね、卵ね、こういう感じで、ね、卵をうまくしましょうね、はい、うん、天ぷらはこのしそとね、それとエビがね、ちょっと卵でかぶってもらったけど、エビとね、そういうところ、あれが、さつまいもね、さつまいも2つ入ってるかな、うん、厚さどうかね、うん、うん、厚さは面白いんだ、うん、熱々です、うん、これぬるかったら餃子目なんだね、天かすが入ってますね、天かすですね、ちょっとね、このだしが薄いのが少ないけどな、ね、レンゲがないな、レンゲがないからこのまま吸わなかったけど、持ったまま、カメラ持ったままだ、ちょっと見えて検証やから。エビちょっと見とこうか。わかめ。お決まりになりますので、ね、お選びください。ごまとわかめが入ってるな。まあこれはこれでいいやろうけどな、薄い味の方が好きやな。昆布とかなんで、まあ天ぷらはとにかくね、熱々ですわ。ただちょっと衣甘いね、うん、まあ、それはそれ好みで似合うね、はい、うん、まあこの揚げたやつはうまいわ、うん、うん、前もかと思ったら夏でしたね、うん、夏も朝そういうの美味しい、うん、この裏についてるこれうまそうやな、シソの裏についてるこれ、うん、パリパリなってる、結局このわさびが何のためについてるのかというのがね、ちょっといまいちわからなかったけど、やっぱり冷やしうどんのその延長上にあるうどんっていう感じだな、このだしの濃いさにしてもね、これはつけ麺やったらいいんですけど、
これ飲むとなったら辛いでしょ全部。それはちょっと残念かなって感じかな。やっぱり汁最後まで飲みたいもんな、うどんの汁を。やっぱり美味しいカツオを、まあ、出汁を切れた汁が最後まで飲むだし、これはちょっと飲めないもんね。はい、まあいいでしょう、まあ、まあ、それはゆっくりいただきますね。はい、ごちそうさまでした。まあね、やっぱりあの汁は全部飲めませんでした。ただあれうん、天ぷらの具はね、みんな分厚かったしね、それは良かったですね。そういう感じで、いきましょうか。この辺の浮いてる天かすとかもったいないけど、飲まねえもんね。電源もないし。はい、では行きましょう。すいません。はい、さすがもう持ってない。これなんか知らんけど、今日は京都って何やろな。京都のうどんは椅子味だったけどな。はい、そんな感じでしたね。まあ、ちょっといろいろ思うところはありますが、非常にね、まあ、人気のお店でしたね。稲見さんね、で、蕎麦もあるみたいですからね。はい、でこれは共同経営からね、まあ、一体ものです。ではまたよろしければね、チャンネル登録とか高評価よろしくお願いします。本日もね、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、また次の動画でお会いしたいですね。はい。それでは本日もありがとうございました。